すごい人です。今青梅駅に着いたんですけれど、ものすごい人でなかなかですね、改札口まで行けません。すごい、青梅の花火会場まで歩いて行ってます。ものすごい人で、いろんなのが出てる。今回はこの椅子席を1500円なの。まだね1時間半前なんだけど、すごい人ですね。でこういう風に出店が出てます。フランクフルトとか氷とか焼きそば、たこ焼き、じゃがバター、お好み焼き、ちょっと誘惑の多いお席ですね。こちらがね、末席。末席はこういう風に組んでて、自分でブルーシートかシートを持ってきてですね。すごい人、まだ早い。まだね1時間半ぐらいあるんだけど、すごい、もう皆さんすごい、席決まってるのにすごい人ですね。催し物で一番重要なのはこのトイレなんですよ。今空いてるんで、今のうちにトイレに行ってこようかなと思ってます。納涼花火大会、すごい。マリさんが栗ご飯のおにぎりを作ってくれました。もう半分以上食べちゃってるけどそれでね、はいはい、キュウリの漬物まで作ってくれたのもすごい。みょうが漬けだって、すごいわ、素晴らしいわ。かこりんさんお菓子をくれたんだけど、中入れちゃったから違う、現像ないです。枝豆まで持ってきてくれました、すごいな。これでビールがあったら最高なんだけど、残念ながら私車なんで飲めません。うん、途中駅まで車。これね、暗くなってからね、このさ、このね、番号ね、探すの難しいよね。難しいと思います。だよね、はい、それもさ、番号がさ、すごく離れてて分かんないんだよね。斜めです、斜めだもんね、横じゃないのよね。で、カコリンさんからの写真、そんなの撮んなくていいよとか言ってるけどでね、これ私のしましまあるでしょ。今日ね、上下しましま着ていたの。すごい目立ちます。すごい目立つらしいよ。遠くから見てもすぐ分かりましたこれすごい人、すごい人。時差で帰ろう。でね、出店のね、このね、チョコバナナにね、この長蛇の列。みんな来るからどうぞ。すごい。乾杯、乾杯っていいですか？乾杯。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 隣のね、お兄様方から差し入れもらっちゃいました。差し入れ来ました。すごい、両国から来たんですって。すごいね、すごい。知らないおじさんがいただき、お兄さん、お兄さん、お兄さん、まあこれまでお兄さん方にもらっちゃいました。なんかね、ポキンとすると光がね出るんだって。ちょっとポキンとしよう。ちょっとカコリンさん、あ、カコリンさんすごい、ほらポキンとしてね、あ、綺麗綺麗。3つつけるわけですか？うん、3つつけるんじゃない？ほらほら、あの子、ほらほらほら、あの子が3つついてんじゃん、かわいい、かわいい。はい、天使の輪か。あ、今から始まります。かわいい、かわいい、かわいい、すごいかわいい。モザイクかけてよ。かわいい。かわいい、後ろ見切れるじゃん、後ろ。あ、かわいい、かわいい、とってもかわいい、かわいい、楽しすぎるよ。楽しい。5、4、3、2、1、ゼロ。
もうね、花火がなかなか止まっちゃったの。頭が花火。そう。花火が終わっちゃったの。代わりでいい。ダメなんですよ。あ、ダメ。顔出したくないんですよ。あれみんな。